こんにちは、お気楽屋の着物着方教室、佐久間です。今回は、使いたくっても帯締めが通らずに使えなかった帯留め、その帯留めを簡単に使う方法をお伝えしてみようと思います。帯留めにはこのように裏側に帯締めを通す穴がありますよね。現代物はちょっとね、ここ大きくなって通りやすくなったものが多いです。ですけども、このような繊細な作りなもの、そしてね、アンティークの帯留めなどは後ろのね、通すとこが本当にね、細いものが多いんですね。その細いとこにシクハックしてね、私は通してたんですけども、今日の方法、ぜひね、皆さんも実践してください。簡単にどんな帯留めでも使うことができる方法ですよ。まずは、いろんなね、この通しの溝、厚さがあるんですけども、用意していただくものは3種類です。まずはこのような紙留めのシリコンゴム、100円ショップとかにね、よく売ってますよね。私は毎日紙を結うのに使っているので、このようなものも常備をしています。そしてアメリカピン、これも紙留めのアメリカピンです。ですけども、あまりね、ギザギザが大きくなくてスリムなものがいいです。なるだけスリムなアメリカピンを用意してください。これでも通らないわという時のために、これも100円ショップに売っています。テグスです。テグスなんですけども、テグスはね、いろんなこう太さがあるんですけど、あまり細いものよりは少しね、太さがあって、張りがあるものの方が後の作業がしやすくなっています。これを用意してもらって、さあ始めていきます。何種類かね、今日は用意をしました。皆さんの方から近いのは、これは現代物。厚みがありますからね、これは簡単に通ります。あとのものでご説明をしていきます。この2つ、パールのものとサンゴのもの、これはね、大体同じぐらいの厚さです。そして一番難関、このサンゴはアンティークなんですけども、本当にね、薄い通しになってます。このようなところに3部紐も2部紐を通していくわけですけども、なかなかね、これ通らない。やったことがある方はね、本当いつもね、ここに手間取るのよねっていうぐらい通らないんですね。今日の方法、簡単ですからぜひ実践してください。まずちょっと厚めのものからね、やっていきます。後ろのこの通しにアメリカピンを通してみてください。このようにアメピンが通るものは、このアメリカピンを使って簡単に通すことができます。まずじゃあパールですからね、このようなフォーマルな2部紐で実践をしてみようと思います。この中に、はい、まずシリコンのゴム、はい、通していきます。こんなぶら下がる状態、シリコンゴムの中に帯締めをぶら下げました。そうしたらアメピンですくって、はい、こんなだんだんだんです。帯締め、シリコン、アメピンっていう風になってますよ。この上でやっていきますね。そうしたらこのアメピンを先ほどのパールの帯留めの後ろ通しに、はい、通していきます。はい、反対側も通していきます。はい、シューッと引っ張ります。引っ張ったら反対側から、はい、ゴム出てきますよね。このゴムに帯締めを通しましょう。そしてアメピンは抜きますよ。はい、どうでしょう。もう出来上がり。私ね、結構ね、これ使わない時には10分ぐらいシクハックしてたと思います。もうあっという間。
シリコンがしっかり後ろ留めてくれてます。今日のね、ちょっと帯には合いませんけど、こんな感じ。こんな細いのにあっという間に通ってくれます。ちょっと心配だわって言われる方はシリコンゴム二重にかけていただいても大丈夫です。これがアメリカピンを使った通し方です。ではでは、最難関、この薄い、どうやって昔の人通してたんでしょうっていう帯留めに通していきますよ。こういう時にはアメピンで試しても、ほら、通りません。テグスの登場になります。これは、じゃあ黒、わかりやすいのでね、この黒に通してみましょう。まず、先ほど同様にシリコンゴムに帯、締めを通します。ブラブラブラ。こんな感じ。そうしたら、アメピンではもう通らないので、今度シリコンの中に、はい、テグスを通します。はい、ブラブラブラ。3段階。帯締め、シリコン、テグスです。そうしたら、このテグスの端っこを、帯留めの後ろ側。もうね、ほんと、薄い薄い通しですよ。夕方私はもう目もちょっと遠いって感じ。はい、そして反対側。さっきと同じですよ。よいしょ。反対の通しにも通していきましょう。薄い時はね、ほんと通りにくいんですよね。これさえも通りにくい。そういう時はね、この針のあるテグスだと1本ずつ通すことができます。はい、今テグスが通りました。そして引っ張ってきますよ。ほら、もう入った。そしてギューって引っ張ります。はい、反対側から出てきました。そこに、帯締め通していきましょう。そしてテグスは抜きます。もうね、あんな薄いところにね、通すのはほんとできない。でも、こんな感じ。慣れれば本当にあっという間です。この方法を使うもう一つの利点です。帯留めを今みたいなね、3部紐2部紐っていうのにね、使えるのはほとんど当たり前って感じですけども、ポイントにちょっと太い帯締めに使いたいのよねっていう時、もうね、ほんと後ろは絶対通りませんよね。じゃあ安全ピンで留めるのっていうね、安全ピンで留めると言ってもここにフェルトを巻いたり、また作業が必要になってきます。この時も今の技を使っていきましょう。まずシリコンのゴム、この中に帯締めを通します。これが使えるとね、ほとんどのご自分の帯締めが使えることになりますよ。はい、そしてこれにはアメピンが通りましたから、アメピンを通しましょう。はい、ブラブラブラ。そして後ろ側、穴の中にアメピンを入れていきます。そしてぐーっと引っ張りますよ。よいしょ。よいしょ。引っ張りました。そして反対側から出てきた、よいしょ、シリコンの中に帯締めを通していきます。スル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 。そして最後、アメピンをのけますよ。金銀のね、このような帯締めにすると、すごくポイントになって面白い使い方ができますよね。今日ご用意したこの帯留めは
サンゴのものとかフォーマルなものですけども、ちょっとボリュームのあるものでも、太めの帯締めにすると、また楽しみが増えてきます。今日の方法、揃えるもの、シリコンゴム、そしてテグス、アメピン。この3つがあれば、どんな帯留めもあなたの思いのままに使えますよ。ぜひ試してくださいね。お気楽屋の着物着方教師でした。